後継連は、新末、中華民国の政治家。字は、連白。語は、術刀、都語森路。侵害革命時に、革命派の一員として活動し、民国成立後も国民党などに加わり、語法運動でも、孫文を支持した。しかし、第一次、笹口化戦争後は、北京政府で、直令派の幹部として活動している。1902年、大学。 同有給師範課に入学し、卒業後に候補内閣中書となった。1907年、法典領給師範学堂監督に任ぜられ、さらに法典教育会会長に選出される。翌年、県政講習所を設立し、さらに日本へ教育事業の視察に赴いた。1909年、法典市議局議員に任命され、1911年には、 議長に選出されている。侵害革命勃発後に法典法案会が設立されると、後継連は副会長に任命され、さらに法典代表として革命派の南京で各省代表会に出席した。1912年1月、後継連は南京で臨時参議院議員に任命され、同年4月に臨時参議院の北京移転に従った。その後、 統一共和党の有力幹部となり、同年8月には総教人率いる国民党に合流している。翌1913年、衆議院議員に選出され、同年中に国民党で理事、副理事長を歴任した。遠政外が国会を解散した後の1914年1月、総統副門に就任している。しかし園が皇帝即位を目論み始めると、 クレはこれに反発、1915年12月に法天省へ戻って三省公民内演大会の発起人となった。1916年8月、国会の回復とともに衆議院議員に復帰し、国会内で旧国民党系の憲政省会を結成した。その一方で、両系長が組織した旧新歩党系の憲法研究会とも一定の 関係を有している。1917年5月、衆議院議長に選出されたが、ご法運動の勃発とともに、孫文を支持するために、公衆へ赴き、ご法国会衆議院議長に就任した。翌月には、ご法軍政府高等顧問に任命されている。しかし1922年、第一次、笹口家戦争終結後に、北京へ戻り衆議院議長に再任される。 以後、南方の政府から離脱し、直令派の有力政治家となった。翌1923年10月、総根のまかない戦を主導している。1924年10月に、北京政変が勃発して総が失脚すると、後も指名手配されてしまい、天津に逃げ込んでいる。これをもって、呉の政治家としての経歴は事実上終了した。晩年は、 日本軍や新日政府から三角の勧誘を受けたが、すべて拒否している。1944年1月24日、天津市で病没。去年71。ありがとうございます。